あ、なにこれ、え、ちょ、な、なにこれ、わーわー、最終章だ、エピローグになるんや、わー、さあ最終章になります。すべての主人公たちのルートがくっついて来ますよ、最終章エピローグ。では父と娘行きます。握りしめられた手のひらによって薄ぼんやりとした意識が呼び覚まされた。この手、誰？お父さん？ああ、マリアはゆっくりとまぶたを開いた。マリア、もう大丈夫だ。傍らで大沢が手を握っていた。細くて骨っぽい手のひらからぬくもりが伝わってくる。ああ、もう親子愛とかも弱いんだよ。お父さん？マリアはソファーに寝かされていた。事態が飲み込めないようで首だけを動かして周囲を見渡す。部屋の中にはモニターがいくつも並んでいた。最初の頃と表情が全然違うもんね。もう優しい父親の目で。ここは？お父さんの研究所だ。お前はあるウイルスに感染していたんだ。だけど抗ウイルス剤を投与したから何も心配することはない。大沢が思いの丈を込めるようにさらにきつく両手でマリアの手を握った。痛い。マリアに言われて大沢は手の力を緩めた。ああ、すまない。それでも握った手は離さなかった。なんだろう、不思議な感じ。マリアは天井を眺めながらつぶやいた。何か？お父さんに手を握られてるのが。お前が小さい頃はよくこうして手をつないで歩いた。でも覚えてないだろう。確かに父と手をつないで歩いた記憶はほとんどなかった。それでも不思議と手のひらは父の感触を覚えていた。マリアは大沢の手を軽く握り返した。だけど本当に久しぶり。お父さんの目を見て話すなんて。それは私がお前の目を見て話すことをしなかったからだ。大沢は深々と頭を下げた。すまなかった。私が悪かった。お前を傷つけたままで。ちょっと待って、話が見えないんだけど。マリアは面食らった。傷つけたって何が？
あの雨の日のことだよ。大沢はマリアが家出した日のことを話した。居場所が分かっていたのに迎えに行かなかったこと。帰ってきたマリアを感情的になって叩いてしまったこと。すべてを話して再び頭を下げた。本当にすまなかった。私はダメな父親だった。最後まで話を聞くとマリアはいたずらっぽく笑った。そういえばそんなことあったね。あっさりと返されて大沢は拍子抜けした。すっかり忘れてた。今聞いてやっと思い出した。そりゃないだろう。私はあの一件でお前を傷つけてしまったと。大沢はがっかりした口調で言う。そんな子供の頃のことをいちいち引きずってなんていられないよ。19年も生きていれば他にいろいろと傷つくこともあったし、親の知らないところで世界は広がっていく。子供が成長するとはそういうことだ。嬉しくて少し寂しい。大沢は親としての実感をかみしめた。そうか。他にもいろいろと辛いことがあったのか。それ以上に楽しかったことや嬉しかったことがあったけどね。そうか。いろんなことが積み重なって今の私があるわけだし、だからそんな昔のことは気にしないでよ。そうか。お父さん、そうかばっかり。すまない。なんかうまく言えなくて。大沢は涙ぐんでいるようだった。その涙の意味がマリアにはよく理解できなかった。けれどもなんだかこそばゆい気分になった。照れくさくて視線をそらすとモニターの一つが目に入った。そこには研究所前の様子が映し出されていた。あの人たちは？マリアがモニターを指さすと、大沢も驚いた顔をした。モニターの中では、三人が拳銃を向け合っている。その中の一人は、マリアにも見覚えがあった。立野という杖の男だ。どうしてあの二人はお前の友達に拳銃を向けているんだ。大沢が動揺した口調で言う。友達？私の？ほら、中東に行った時知り合ったんだろ。名前はカナン。そう言うと大沢はモニターのカメラを別角度に切り替えた。画面にカナンの顔がアップになった。マリアは言葉を失った。そこに映っているのはカナンではなかった。瞳が誘拐されることを伝えに来たカナンの友人だった。ああ、その時点で騙してたんだ。3日前のことだ。大学からの帰宅途中のマリアの前にカナンの友人を名乗る少女が現れた。カナンから伝言を頼まれた。
その場で少女はビデオレターを見せた。画像がかなり悪く、音声も不明瞭だった。お前の父親が開発した抗ウイルス剤が、あるテロリストに狙われている。話の内容は驚くべきものだった。すでにテロリストの計画は開始されていて、人民が殺人ウイルスに感染させられたというのである。人民はお前の父親の抗ウイルス剤で助かった。しかしそれが奴の狙いだった。詳しい説明は省くが、人民の血液から抗ウイルス剤を取り出すことができる。研究所から抗ウイルス剤を奪取することは困難だから、人民の体を器にして外に運び出したんだ。この数日中に間違いなく奴は瞳をさらうはずだ。お前に頼みがある。瞳の代わりに誘拐されてもらいたい。双子のお前たちなら入れ替わりも可能なはずだ。このビデオを持たせた者に小型 GPS を仕込んだネックレスを渡しておく。スイッチを入れておけば私に居場所がわかるようになっている。このネックレスを必ず身につけておいてくれ。そうしてくれればお前は私が必ず救い出す。力を貸してくれ。抗ウイルス剤と瞳を守るにはこの方法しかない。ここもアルファルドの考えだったんだな。ビデオが終わると少女はマリアに GPS を仕込んだネックレスを手渡した。カナンは日本に来ているんですか？マリアは少女に聞いた。すでに来日している。今回の作戦に命を懸ける覚悟のようだ。命を懸けると聞いてマリアはハッとした。もしかして抗ウイルス剤を狙っているのはアルファルド？アルファルドを知っているのか？少女は驚いた顔をする。カナはアルファルドを倒すことが生きる目的だと言っていました。だけど。だけど？アルファルドは CIA ともつながりがあってなかなか尻尾がつかめないとか。そうか。ではこの写真も渡しておこう。少女は一枚の写真を差し出した。ジャックじゃねえか。この男は危険だから近づくな。アルファルドに近い人物だ。アルファルドに敵対している人間同士を近づけないためか。マリアは写真の顔をよく頭の中に刻み込んだ。これでカナンからのメッセージはすべて伝えた。どうするかは自分で決めてくれ。うわー、記憶喪失がこうやってつながっていくのか。私が寝てる間に何があったの？険しい顔で問いかけるマリアに大沢は面食らった。あのカナンという子がお前を救う方法を思いついて。大沢は抗ウイルス剤を取り出すための作戦を説明した。マリアはもう一度モニターを凝視した。銃を構えたカナンの友人を見つめるうちに意識を失う前の記憶が蘇ってきた。おお。マリアはカナンを語る少女の企みが分かった。あいつはカナンのふりをしてこの研究所に入り込むつもりだったのよ。モニターを険しい顔で見つめながら言った。それじゃあの子は一体誰なんだ？大沢はモニターとマリアの顔を交互に見る。マリアは心の中でつぶやいた。
間違いない、あいつがアルファルドだ。もっとも確信と同時に疑問も湧いていた。アルファルドが研究所への侵入に成功したとして、抗ウイルス剤の入手だけで満足するわけがない。きっと他にも狙いがあるはずだ。どうした？何を考えている？大沢が不安そうな声を出す。マリアはさらに考えを進めていた。同じものを開発されないように、お父さんを殺す？頭に浮かんだ考えをぽつりと口にした。それだけじゃない。もう研究施設だって壊していくはず。でもどうやって？可能性を考えることはできても、具体的な方法までは浮かばなかった。答えの出ない問いを前に、マリアは苛立ちを覚えていた。心配しなくていい。あの少女が誰かを知らないか。今は研究所の外にいるんだ。私を殺したり、ここを爆破なんてできるわけない。大沢は安心させるように言った。うん。マリアは小さくうなずいたが、心に何かが引っかかっていた。このネックレスを必ず身につけておいてくれ。ビデオレターの言葉を思い出し、慌ててネックレスを握りしめた。途端に冷たいものが背筋を走った。大沢から聞いたアルファルドの計画を頭の中で反芻する。やがて一つの答えが頭に浮かんだ。わかった。思わず口からこぼれた。何が？大沢が身を乗り出す。私、あの人たちのところに行く。何をバカな。私が行かないとダメなの。大沢はマリアの顔をじっと見つめた。言葉では静止できない決意の色が浮かんでいた。この親子が台でいるところはちょっと感慨深いね。わかった。その代わり私もついていく。前一人を危険な目に遭わせられない。ありがとう、お父さん。ソファーから立ち上がろうとすると、ひどいめまいで膝がガクンと折れた。大丈夫か？大沢がマリアの腕を抱える。抗ウイルス剤の副作用かもしれない。無理をしない方がいい。心配げな顔をする大沢にマリアは首を振って答えた。うん、大丈夫。ムービーじゃないか。これは静止画か。体がひどくだるくて頭がぼんやりする。一歩足を踏み出すのもつらい。それでも歯を食いしばって研究所の廊下を歩く。怒りと悲しみがごちゃ混ぜになった感情にマリアは突き動かされていた。アルファルドがカナンになりすましたということ、それは残酷な事実を突きつけていた。カナンが生きていたら、なりすますという行為は成立しない。つまりもうこの世に。マリアは涙が出そうになるのをこらえた。まだ泣くのは早い。泣くのはアルファルドの計画を阻止してからだ。